皆さんこんにちは。札幌大学オープンキャンパススタッフの長縄亮です。6月23日、第3回オープンキャンパスが開催されました。2013年度から学びのシステムが大きく変わる札幌大学をご案内します。まずはオープンキャンパスの楽しみ方をご案内するため、2号館プレアホールのウェルカムガイダンスに参加します。今までは1学部に入っちゃったら、もうその学部の中で、まあ、卒業していくしかできないっていうことになるんですけども、今度は今までの全学部の勉強を、まあ、自分の取りたい勉強が学びたいことが学べる。体験授業は札幌大学の授業を一足早く体験できます。あなたの興味関心に合わせて授業を体験してください。安定するんだけど、これマイナーって言ってちょっと影があるね。もしかしたらこれ可愛らしさの演出の安定メロディーを多用してるってことなのかなっていうふうに私は分析しています。これは北海道新聞なんですが、大学というのはですね、新聞、過去の新聞を図書館で情報検索することができます。憲法21項には、何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。お昼はリンデンホールで学食です。札幌大学の学食は3種類、美味しくて大人気の学食を無料で体験できます。あなたの好きな学食はどれでしょうか？サピオンというプレート系のランチですとか、あ、やっぱ美味しいですね、学食。ミートソースのスパゲッティ、ソースが美味しかった。ハヤシライス美味しかったです。ありがとうございました。安くて美味しかったです。ありがとうございました。塩ラーメン、すごい塩がいい感じで、すごいうまかったです。リンデンホールでは他にも学び説明会や先輩たちのトークライブがあります。これからの大学生活に向けて貴重な話が聞けるチャンス、聞き逃さないようにしっかり耳を傾けよう。来年度からうちの大学は学部を廃止して、一つの学分制を取ります。自分が何に向いてるのかわからない人も1年間でいろんなことを勉強して体験して、それから自分が進む道を見つけましょう。それでは A コースの方も出発させていただきます。昼食後はキャンパスツアー、卒大生と一緒に札幌大学のさまざまな施設を探索します。 A、B、C の3コースから選べるので、あなたが興味のあるコースに参加してみよう。ここではですね、情報メディアセンターと語学教育センター、この2つの施設についてご紹介したいと思います。マイクロソフトオフィススペシャリストっていう、まあ、資格試験を目指してもらっています。でこれは全世界で有効です。もっと詳しく札幌大学を知りたいというあなたは、就職サポートや特別入試の説明会に参加してみましょう。大学の方で新しくアクションプログラムというのを導入します。まあ、平たく言えば大学の方で提供します教育的な課外活動。ですから自分の勉強プラス、こういう各プログラムに所属して、まあ、力をつけるというのが、昨年度の状況としては 78.9、 座学をしながらですね、働くということはどういうことなのかとか、本学で、日の説明会とかこういうのをやっています。直接札大生と話してみたいというあなたは、札大生と話そうコーナーや女子限定の女子カフェに参加してみよう。札幌大学の先生やオープンキャンパス学生スタッフと交流を深めて、いろんなアドバイスを聞き出してみよう。つながる。
営業どこでも行きます転勤どこでも大丈夫ですってやつは結構やっぱり企業を叱るんですね。いかがでしたか？オープンキャンパスに参加することで普段経験することのできないキャンパスライフを体感することができます。次回のオープンキャンパスは7月21日土曜日です。札幌大学で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。せーの、またー。